今日はこれから日本橋から人形町を歩いていきます。人形町で食べ歩きをしていきます。で今はパレード室町っていう日本橋のところにいます。こんな感じで外のテラスで温まってます。ここがパレード室町です。パレード室町1です。あそこに白い小焼きちょっとない。あったかい。で反対側に千引き屋があるんですけど、さっき日本橋を少し歩いてきました。これから700メートルぐらい歩いて人形町の方に行って小網神社にも行きたいと思います。今日は暖かくてすごい天気がいいのでこれから歩いていきます。ワンダリーウィントルまで歩いてきてカフェに来ました。セルフサービスのお店です。紅茶メテルI'm not going to do this.
有名なクマっていうケーキが売り切れ完売でした。今白い恋人の男の子まで来て、このラングドシャキャラメル味をもらいました。一人一枚もらったのと、あと三重県のアンテナショップでアンケートみたいなのをやってチキンラーメンをもらいました。ここで食べていきます。で歩いてきました。古い建物、三越の中に入って、この有名ななんとか像のところに来ました。アトリウムです。こんな感じ。すごい古いんですけど、天井が高くてすごいです。それから人形町まで歩いているんですけど、その途中にあります。350周年もあるみたいです。
本橋から小網神社人形町まで歩いてきました。ちょっと歩いてこんな感じで並んでます。お金の神社でお金を洗ったりすることができるんですけど、前にも来た何回か来たことがあって今日も来てみました。並んでお金をとか洗ってきたいと思います。銅像があったのでそれを触っていきます。撫でるといいことがあるみたいです。裏にこんな感じでお金を洗えるところがあります。ここで銭洗いしていきます。ここにたくさんザルが置いてあるのでちっちゃいザルとかでこのたくさんあるところからこういう風にお金を洗っていきます。前に来た時よりすごい綺麗になってました。こんな感じでここからも水出てる亀から、たくさんある洗うところ。甘酒とか人形焼きとかがあるので行ってみます。あそこにもなんか見てみて。ほうじ茶ソフトクリーム、今半の本店です。行ってみる。今半の本店は食べるところとお惣菜が売ってるところがあります。手前がお惣菜売ってるところ。並んでる。いい匂い。お惣菜が売ってる今半です。感じです。
けど、今さんの食べるところです。すき焼きを食べられます。本店です。メニューはこんな感じで、鉄板焼きもある。すき焼きはこんな感じです。相談に向かいにあります。後で並びます。隣に甘酒のお店があります。こっち焼き鳥屋さん、鳥ただっていう焼き鳥屋さんです。うんざりしたのこれ。大吟醸酒粕の甘酒いかがでしょうか。奥まで来たのでまた戻ってます。小さい通りであんまりお店はないんですけど、たい焼きとかを買っていきます。甘酒を買ってきました。こんな感じで麹がすごいたくさん入っている、お米が入っている甘酒でここで入れてもらいます。こんな感じの店です。で隣の柳屋のたい焼きが並んでいるので、これが有名なので並んでいきます。あったかいです。すごいちっちゃめの甘酒。こちら甘酒の前の鳥たば、有名な焼き鳥屋さんがさっきすごい空いてたんですけど今並んでます。これからたい焼きを買っていきます。渡ります。
結構並んで柳屋のたい焼きを買ってきました。薄皮の中があんこぎっしり入ってるタイプのやつです。すごい熱々で炭で焼いていました。炭の匂いがすごいしました。こんな感じ、中はあんこです。でこれから鶏ただに行きます。柔らかいたい焼きです。あ、それで皮やばいよね。こんな感じ、皮はもちもちしてます。ペーパー1、はい、すいません、じゃあこちらお願いします。もも、はい、おタレとお塩あります。今塩だけですよね。塩でいいです。あは鶏ただで焼き鳥を買ってきました。塩です。でこれから海苔巻きお稲荷さんのお店に行きます。14個入りでございます。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。またお待ちしております。お決まりでしたら大変お待たせいたしました。お伺いいたします。少し並んで海苔巻きが有名な本店のお店でバラ売りを買ってきました。セットが売り切れだったのでこんな感じで五色巻きとなんか巻物、卵に巻いてあるものとお稲荷さんとかんぴょう巻き、こんな感じです。で作りたてみたいですごい外中で作ってました。匂いが酢の匂いっていう感じで、こんな感じで並んでます。おいしそうな匂いがします。こちらに人形焼きの店があります。行ってみます。すごい。そこの交差点の左側の。交差点だな。いいや。いいや。素敵、綺麗だね。ということで人形町の甘酒浴場をいろいろ見てみました。とりあえず来てみました。ここにもお店があるんですけど、和菓子屋さん、こっちが駅、人形町駅です。じゃあ帰ります。
します。